じゃん、こんにちは、速稼塾の子です。モッピーでポイ活してますか？私の場合は2週間ぐらい前だったかな、3週間かな、セブンカードプラスってのをお願いしまして、で審査も通りました。で今日ね、カードが届いたんですよ。カードがね、セブンカードプラスはね、今まで何件もアフィリエイトを決めてきましたけども、それこそね100件以上アフィリエイト決めてきましたけども、自分自身がカード作るの初めてです。すごくカードね、いい感じでした。爽やかで、ほらディズニーの。これいいでしょ。これセブンイレブンで、これからね、これ使って払おう。うん、これね、カード。で、これによっていただける報酬ってのが、モピー通じてね、5200ポイントなんですよ。だから5200ポイントがカード届きましたんで、確定ということですよね。ちょっと画面を切り替えて見てみましょうか。ザーッといってね、旧モニターで100ポイントのやつもやってますよ。で、いろいろあって、これ。ね、セブンカードプラス。11月8日ですね。え、1ヶ月も経つんだ。なんかつい最近みたいな気がしましたけども、1ヶ月以上にやったセブンカードプラスがこうやってカード届いてね、審査通って5200ポイントが近々確定の方に変わるということで、いやー、これからね、どん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 確定に変わりますよ。で今回上から順番にバーッとあるでしょ。だからほら金額見てください。8000円、2万3000円、3万円、8000円、3万円、1万2000円、5200、1万1000円、1万2000円、1万7000円と、もうね、全部合計すると20数万ですよ。確定したのが42万なんで、まあ全部確定するした、するとしたら26万。3ヶ月でね。10月の末ぐらいから始めましたからね。こう、まあ概ねだから2ヶ月ちょっとですよね。2ヶ月ちょっとでこれだったらいいでしょう。ね。まあ確定しないのもあると思うんで、なんとも言えないですけどね。いや、やったね。うん。否認ってのもありますね。ダメになったやつ。今のところないですね。コイン明細ってなんだろう。よくわかんないですね。なんか、溜まったみたいです。はい、ということでね、セブンカードプラスが来ました。で、ついでにね、なんかね、三井住友カードも来ましたね。これなんだろう。え、すごいですね、これ。金額がすごい。300万とか書いてあるな。なんだろう。あ、モビットカードですね、これね。消費者金融のカードですわ。金を借りろということか。実はね、以前ここでお金を借りて300万、わけもわからない株に1週間で溶かしたことがあるんですよ。で、返済するのに5年ぐらいかかったんですけども、おかげさんでそのね、返済の途中に、ドカーンと大きな波が来て、アフィリエイトのね、一括返済をすることができたんですけども、いやー、300万返すのにね、5年くらいかかるんですよね。いや、5年でも結構早いペースなんですよ。通常は10年ぐらいですからね。いや、もう本当にひどい時代でした。懐かしいな。もうモビットカードを使わないようにしないとな。モビットカードは金利が高いですからね。いってらっしゃい。こんにちは、速稼塾の久保です。今日もポイントサイトモッピーでね、稼いでいこうかと思いますけども、ちょっとね、いろいろと皆さんからね、ご質問いただくというか、ご連絡いただく中で、これは言っとかないとなっていうところがありますんで、ちょっとね、辛い言葉かもしれませんけども、聞いていただければと思います。ポイントサイトに限らず、そのパソコンでね、もしくはスマホで100万円稼ごう、1000万円稼いでいこう、いや、10万円でいいかな、いろいろあると思います。それはいいんですよ。それはいいんですけども、なんで10万円稼げないのか、100万円稼げないのか、1000万にいかないのか、これね、簡単なんですよ、答えは。それはですね、目の前の1円稼いでないからなんですよ。だってその1円をまたいでね、どうやったら10円ができるんですか、その10円を稼がずにどうしてね、1000円とかができるんですかってことなんですよ。よくいただく質問では、私はクレジットカードが作れませんので、ポイントサイトの中にやるものがありませんって言うんですけども、クレジットカードが作れる人でも、それね、半年に3枚ぐらい作ったら限度なんですよ。クレジットカードって乱発できませんからね。だから、できるにしても、クレジットカード1枚やったら、もう2、3ヶ月期間を置いてまた1枚みたいなペースなんで、決してポイントサイトで稼ぐってね、クレジットカードで稼いでるわけではないんですよ。それは違いますからね。クレジットカードなんて作れる人も作れない人も大差はありません。じゃあ次は何かっていうと、FX の口座開設です。まあそういうとね、FX よくわかんないって言うでしょ。だから、これを攻略していかないと。やっぱりさすがにね、何もできない、何もわからない人がお金がバンバン稼げないということなんですよ。まあでも FX の口座開設とかね、取引しないといけないところもあって、ちょっとね、怖いから、まあこれも置いとくとしましょう。じゃあないのかっていうと、別にあるわけですよ。究極ですね、アンケートに答えて1ポイント、2ポイント。これ私毎日やってますからね。もう動画でもお見せしますけども、やってないアンケートは私ありませんからね。その理由はまたね、別の動画でも紹介してますんで、ここでは割愛しますけども、まあね、目の前の、その小さいのをバカにしてちゃダメですよ。ということで今日はね、まあ1ポイント2ポイントをやる動画前回撮ったんで、今日はね、別のところに行きます。別の動画を撮っていきます。じゃあポイントサイトのモッピーの方を見てください。この無料登録っていうのがありますよね。
カテゴリーの中から、この無料っていうので、無料登録っていうのがあるんですよ。ここね。これクリックすると出てくるんですよ。全部で64件あるでしょ。で、モッピーチャンネルっていうので5ポイントもらえるんですけども、これはここを通じて、モッピーの YouTube チャンネルを登録するだけで5ポイントなんですよ。で、通常2ポイントのところ、今5ポイントなんで、私、済みってなってますけども、こういうのできるでしょ。クリックして動画を見るだけですからね。言って、究極見なくても、チャンネル登録したら終わりですから。できますよね。この5ポイントをまたいでね、じゃあ何を行くんだって話ですよ。じゃあ次、例えばね、Q モニターってのがありますよね。これ100ポイントじゃないですか。5ポイントに比べたらだいぶいいでしょ。100円ですよ。これちょっとクリックしますよ。これクリックして確認もしたことないんじゃないですか。はい、ポイントの獲得条件。こちらの広告はポイント明細の判定中につかないため、ポイントの付与がなされない場合がございます。その場合、生活査定はつけておりませんので、ということなんで、もしかしたら、これがね、100ポイントにならないかもしれないってことです。ですんで、通常10ポイントのところを今100ポイントにしてくれてるんでしょうね、これね。まあ、ものは試しやってみますか。ポイントゲット。ね。あ、なるほどね。お小遣いゲット。あ、なるほど。別のポイントサイトに登録すると、もらえるわけですね。じゃあ、こっちのポイントサイトでも稼ぎに行けばいいわけだ。いいじゃないですか。喜んでこっちの本を登録させてもらいますよ。D アカウントないな。私持ってないんですよ。まあ、一旦このぐらいにしておきましょうか。ちょっと個人情報がありますんで、登録するところはお見せできないんですけども、このように別のポイントサイトに登録すると100ポイントもらえるわけですよね。その100ポイントは仮に、まあなんか事情によっては入らないことがありますってことがありますけど、入らなくったって別のポイントサイトね、紹介してもらえたんで、こっちのポイントサイトもちょっとね、モッピーが片付き次第挑戦してこっちでも稼いでいこうかなと思います。さすがに複数のポイントサイト同時にやるのっていうのはきついんですよ。私の場合は1個を徹底的にやって、まあ、少なくともここでね、100万円ぐらいができたら、今度は新しいポイントサイトも運用して、2つでやっていこうかなと思います。まあ、その他にもやることいっぱいあるんでね、ポイントサイトだけを1日中やってるわけではないですけども、まあ、1日10分ぐらいはポイントサイトをやろうかと思います。その中でね、10分かけて1ポイントなら1ポイント、5ポイントなら5ポイントでもいいんですよ。もう、何もやらなければずっとそのままですからね、私ですらそれをやってますんでね、私、はばかりながら上級者でプロですからね。でプロがやってることをやらずに、どうやったら、プロになれるんですかってことと、やっぱりね、初心者がやるべきことっていうのはあるんですよ。初心者が中級者、上級者のことはいきなりできませんから。だから目の前にある問題を片付けていく、その繰り返しで中級者になって上級者になっていくんだと思いますよね。で、1ポイントをずっとやって100万円を作るってわけじゃないんですよ。こういった細かいポイントをやるとね、何がいいかっていうと、とりあえずはやる習慣がつくのと、タイピング早くなるでしょ。だからそういうことも、メリットの一つなんですよね。ということで今回は以上です。ありがとうございました。